現在の時間を言ってみろ。現在の時間は20時半です。20時半。なわけねえだろお前。右。12時54分だ。下。夜中だな。左。上、上、右。大丈夫そんなの。 YouTuber なんてね、どうせね、夜型なんでしょって。今日の修行時間っつうの、今日の修行を言ってみろ。遅いよ。言ってみろ。おれ9時。そうさ、午前のな、モテないよ。そうやって俺仕事してるんだみたいなアピールする人モテないよ。違うよ、死にそうだっつってんだよ。死にそうだねよ。モテるなよじゃねえよ。モテねえよ。世の中の人大体そんぐらい頑張ってんだよ。甘えんな、 YouTuber だからってよ。死にそうだ。しかもそう言ってみろ、この後俺は何をするって。俺ら寝るんでしょどうせ。ちげえよ、編集だ。お腹いっぱいになって寝ちゃったっつって、出したら LINE 来んでしょ、お腹いっぱいになって寝ちゃったべーって。あ、それでいいや。すまんだ、アルプス土下座みたいな。横浜スタジアムです。ボン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 。今日13回戦の模様をお送りしてまいります。はったくぞお前。ベイスターズの先発。この俺が今から面白いことをやろうとしているというのにさ、テイク2でお願いします。カメラをさ、鏡のように使ってさ、自分のその、見てるどうなってるかわかんねえ髪型をさ、髪型なんかよお前それ。違うんだよ、見てるとブスエクだなと思って。ちょっと髪型だけでもやろうかなと思って。なんかこうむくんでんなと思ってさ、髪のも伸びちゃったからさ、そしたらなんかさ、ヤシマ作戦聞こえて。前回の作戦会議したんですよね、はい、なんでこのチーム勝てないのっつって、どうしたらいいんだっていう風にした、はい、このウルトラズですね、打線をちょっと考え直しましたということでね、はい、うちの打線が今ね、総力極み高橋くんがまず出塁します。はい、出塁してチャンスメーカー持ってるからね。はいはい、チャンスメーカー持ってますよ。合理的出塁、はい、彼の盗塁でチャンスを作った後に、はい、ノーアウト二塁、ノーアウト二塁でチャンスを発動しました。ミート S のチャンス A、 和田くんが打って返せるとね、はい、で最悪返せなくても1サルになった時に犠牲フライを打つための弾道極み、はい、斉藤輝文君をワンアウト1塁1点取りました、はい、で1点取った後何が欲しいって、一発欲しいよね、はい、からの草間で、ゲッツーになっちゃいけないよってことで、はいはい、足の早めのねパワーヒッター草間に入れてます、草間ですね、最悪でも2アウト1塁で、ここからはですね、まあ、器用なバッティングもしできるのであれば、もしかしたらできないかもしれないから、ここからチャンスメイクもできるよっていう山田君、はい、山田ですね、2アウト1塁で、ここでもう一本ヒットで打たれるつなげる男菊池くんね、草間が足早いんで1点取りました、2アウト1、3塁で、最後のチャンスを生かせるのはもうチャンスへの北田に全てを任せます、はい、まあ1点ぐらい取りました。で、ここでアウトっていう打順。なんで8番かわいそうやな。あれなんかさ、ちょっと違くない？前回さ、投手6番にしてなかった？あ、してた、そうだそうだ、してた、してた、変わっちゃってるね、投手6番で1回終わるんだよね。そうだちょ、ごめんなさい、これ間違えてますわ。なんか癖でやっちゃった、エビ塚。で、相手の投手は浜口くん、150キロの EB、こう、スライダーフォークにチェンジアップ。まあ、特能強いし、球速速いし、スタミナあるし、ちょっと打てなそうだな。すげえ、なんか村山さんと同じような変化量やな。確かに、フォーク2種類みたいな感じになってるね。チェンジアップだから緩急すごいよ。対するこっちの先発は海老塚くんね、151キロの SB、 基礎値分かってるけど、特能の数でちょっと微妙に負けてるかな。完投してほしいね。さあ、俺の作戦は最初モンターン。いや、でも草間がホームランですから。最初モンターン。フォアボール、フォアボール、もったいねえなお前。三者凡退で終わっといて、それはもったいねえって。1位 DeNA だけありえないほど強さを発揮してるんですよね、今。もうマジック点灯中。そう、マジック中なんでね。今日雨じゃん。やばくなったらさ、ドン、やばい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 。うわー、ナイスキャッチ。わざか、ナイスだ。ここ強心臓も発動しちゃってるから、ね。初球外れても、あっちの方が戦術合ってるんだよな、なんかヤマトで。伸びのあるストレート。何？ヤマトで返して。なんでもない。第3球を。やばいよ。疲れてる。疲れてるの。やめて、疲れてないよ。全然疲れてません。今日は皆様に笑顔を届けるもの。君の扱い見せちゃいけない。それはエンターテイナーとして君は失格である。センター前。エンターテイナー。取りました。これで3アウト。ソニーエンターテイメント。改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。なんでソニーなの？そうなかったっけ、ソニーエンターテイメントみたいなオープニングなかったっけ？あった気がするな。ソニーインクラティブエンターテイメント。クラッシュバンディクー。あ、クラッシュバンディクーだったのね。はい、始まる。誰も打てないで一巡しました、次も打ててません。おい、やばいぞこれ、ノーヒット食らうぞ。でもこっちもノーヒットや。今日打たれました。ピンチですね。まあまあまあ、ここは海老塚くん、海老塚のこの低めに集める投球でですね、牧さんをゲッツーに収めるというね、これができるから海老塚は勝てて、これができないから村山さん負けちまうんです。なるほど。よー、はい、しかもゲッツーよりもいい感じでね。お前も大丈夫か。取った、
ちょっとね、テンションが夜中テンションってやつ、ね、上げてけ上げてけ上げてけ上がってねえよ、うん、上がってる上がってる、ってる火山のこと、その言葉のトーンが上がってない、上げてけ上がってる上がってる上がってる上げろよ上げろよ、そのトーン上げろよ、上がってる、いや、上がって、上げていけよ、上がってる音楽の授業じゃねえんだよお前、もしかして高く上がってる上がってる、もっともっと高く上がってる上がってるよ、投げました、見送ってボール、まあ2ですね、2投球これから5段階中、あ音楽、そう俺4だったんだけどな、4の要素な、あの楽器のセンスが良かった、空振り三振、リコーダーとかリコーダーめちゃくちゃ上手かったよ、もうリコーダーの魔術師って呼ばれたら良かったな下げるなっつってんだろ、上げてけよ上げてけ上げてけ、言葉尻上げてけ、しっかりと、誰も拾ってくんねえぞ、今拾う係の人はお前の方見ていない、やっぱ見ちゃう来た、やばいやばいやばい、もうちょっと待って、私たち壊れてる、落ち着くんじゃないの、壊れるの、もっとあなたは、第4球はでさ、こうやってさバカ騒がしてたらなんやかんや抑えてますよ、蛭塚くんすごいですね、さすが、第5球、この実況でテンション、あ、いやこれ取れるよ、高いだけ、いや抑えたよ、このノーアーティスト3塁から、この実況ではテンションが低いって言われた方、引退、マジでこんなことでやっちゃダメだよ、ね、やったけよ引退とかすんな、熱苦しいし、痛いし、あの一応さ、夜中なんだよ、夜中にいきなりさ、いつ空いてる、話が噛み合わない、あ、ほらほら、成功したら、ほら成功したよ、ほらしかもここから続いていく、素晴らしいですね、こっちのターン、エビスカ打てます、ちょっと待って、引っかかっちゃった今騒いだら引っかかっちゃった、はい、何？エビスカ？エビスカは打てるバッターじゃなくてピッチャーなんですよね、バッティングもいいで有名だったね、前剣ぐらいうまいね、打撃は前剣ってうまいんだ、うん、バッティング好きですよっていうタイプのピッチャー、なるほどね、僕はバッティングも好きなんですって言ってバッティング練習結構時間使うタイプだね、お前練習できねえぞおいほら、うわー惜しいな、でーんてれってれってれ、クサマー、あれクサマじゃないのこれ、クサマだよ、赤いクサマか、ガイアかか、おいおいおい、エビスカ頑張ってる、頑張って完投してほしい、さあランナー出ました、おーい、エビちゃん未だ無失点、三振三振三振、いや惜しいじゃない、すー、お、ランナーに送りました、あ、ネギシ大打ネギ、あれなんで勝手に出てんの、勝手に出てんじゃねえよお前、ただのネギのくせによ、打てんのかよネギがよ、ここで言ったら結構お前褒めるに値する褒めネギ余興、褒めネギ来ました、褒めネギ来ますよ、ダメだったらダメネギ、んダメだったらダネ、ダネギだね、ダネギ追い込まれたら終わりですよ、このペナント戦、ダネダネ、うん、ゼニガネやな、ダネガネ、うわーお前、ダネガネしかも不思議なのじゃない、どう考えたごめんゼニガネだと思った似てるからダネゼニ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 、あいつカンマン、ヒートヒート、んそいつは違うだろ、影影トカゲってなんて言ってたっけね、なんだろうな、ギャオエビスカ、ここバントだろ、打てるのにエビスカ、バントだろ、ここバント経過しちゃうから逆に、まあ、でもエビスカミート高いからバントうまいよ、多分芸術的バントする、ボール、ボール球ね、芸術的バント、エビスカの三塁線上アーンと、うまい、うしかもプッシュ気味、うまい、うまい、うわファインプレイ、まあでもこれね、素晴らしい送りバントですよ、さあ1番これ高橋だからスクイズあるぞ、バント職人、ここが着実に1点取るんじゃないんですか、ボスボス、スクイズのサイン出します、はい、ここは三浦監督焦っちゃいましたね、1回早いんですよ、その2番はチャンス A ですよ、ナイス、うまい、うまい、しかも5センチじゃない、うまい、うまい、一番いいよ浮かび方、ポイン、しかもちゃんと分かってんね、サードランナーは、おい、ちょっと分かってんね、確信犯だった、まあでもよく走ってよ、 あのフライで、ナイスナイス、うわっ、あ、取り、あ、来た、ほらな、でかじゃん、犠牲フライ、犠牲フライな、今ここ来てるよ、こうなんすよね、こうなんすよ、三浦監督今なんすよ、使うときは一発勝負、それは草間に残してきたいな、やっぱりあいつ優遇されてっから、犠牲フライ以上するやん、そうでも次ホームランやん、そうですよ、そういうこと、もう今日俺が言った通りになってるんですよね、決まってストライク、追い込まれたら三振率高いよあんた、しかも打三振発動してるぞ今、ブチン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 、あげあげブチンプリンで見逃し三振ありがとうよ、まあ、結果的にホームラン打つかな、手はクサマンに任せて間、クサとクサの間でクサクサまくった、いきますいきます、一発勝負でいいですよね、はい、お前あれだからこの動画でティッシュ作ったやつを首だからな、
減給一ヶ月給料なし。やだやだやだよ。投げました。初球予想してやろう。これはね、なんか流しちゃう。いい当たりの投げました。2球目。あ、今のところだろうな。ん、何、あ、これ、これ、あ、草間の話。うん、あ、給料の話なのか。草間の話ね。まあ、草間これ打てるでしょ。集中も使って、インパクトショーツも使って、この高待遇、激アツ待遇ですよ、あなた。素晴らしいですよ、もう。ほら、あれフルコース、もりもりの寿司に、最後、デザート付きみたいな感じのバイキングですわ、こりゃ。あー、お腹減った。ナイスキー、よかった、よかった。すごい内角を打ったけど。もう一回誰が打ったの？スクイズ。あー、そっかそっか。あ、草間がホームラン打ってた。そうだ。ダダ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 山田はいダダ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 山田代打の藤原いきまーす。正直言って藤原は代打丸持ってるからさ、能力的には強いよ。対左で振ったけど、そうヤマディがさ、強くなって進化バージョンで来るやんね。ああ、そのヤマディが来たとしても代打丸だから、なんかまあ割と使い道ありそう。なるほどね。ピッチャーに代打とかでね、DD の代打丸で CC ぐらいのね。マジで代打丸っていうのはね、本当に使えるからね。あ、嘘です、全言撤回します。全言撤回、交代します。え、でも海老塚くんがまさかのヒット1票しか打たれてたというね。いいですね、あいつ好投手でございますね。しかも抑えちゃって、ナイスですね。で、こっちも攻撃が、あ、チャンス来ましたと。好きですね。あ、やべ、終わる長いだ、どうしよう。ぶっちん、ぶっちん長いですけどね。おー、打て。第9、かっこいいな、お前ガゼルマンだって。いきなり151キロ。ガゼルマンってワンピースにいたな。ガゼルマン、ガゼルマンって CP9 にいた。いや、CP9 だ。狼になるやつじゃないの、ガゼルマン。全然違うわ。3球目、1球外したボール。あの、スマイルクって足速い。おー、あーい、マジ使いねえな、いつ。終わらせる長いなんすよ。エビ塚どうする。これはいい感じやから、もうここはもういいんじゃない。抑えて、完封やろうな、このままもういって。エビ塚これ代打送れないって言われれば、監督エビ塚の完封やらせてあげる気だ。なんて良心的なんだろう。いやいや、裏ではただ他の投手使ってスタミナ消費させたくないだけですよ。ロッキーと思ってる。第3球、1球外してボール。エビ塚回復あんまね強くないんだよね、確かね。うーん、確かそうだったな。回復いいだったっけな。でもそれでもこんだけね頑張ってくれてるから、出た試合は勝つからね。村山さんよりな、今村山さんなんか負けるんだよな。回復だけど勝てないんだよ。ゼロで抑えなきゃ。やっぱゼロが、ゼロゼロゼロ。え、やったやったぜ。セーフティー生きるぜ。ファーストにやんなければ。セーフティーオバーン。もういいよ、ちょっと振り上げた方がいいよ、お前は。ちょっと振り上げろ。あ、うまい、来た来た来た。最高、サードが出るのやつや。うわ、ヤクルトの村上さんを思い出す。日本シリーズのね。うん、で、チャンス、あれあれ、チャンス A の技のはずなんだか。勝手に帰るのやめてほしいんだけど。じゃあ、梅田くん行く。あ、梅ちゃん、パワーの梅田くんですよ。ほら、雨で中心なんだよ、前に。有名な梅田のフルスイン。ガゼルマンは外角勝負を選択しました。選択的には合ってますが、外角でも何でも吹き飛ばしたのがパワーケミ。力で持ってくからね。バットに当たったらホームラン。第3球を、それ踏んだ。え、何その始球式。パワー。まだ2ストライクになったから、打ったとこ見たことありません。打った、抜けた、パワー。セカンド取った、無理。スリーアウトチェンジ。まあいいや、抑えりゃいいよ。今日満塁のヒット1本、勝ちのもと。はい、3対0です。抑えた、勝った、すげえ、ヒット1本よ。これは大ヒーローだし、渡り場のエコノミー投球したし、エビ塚ノーヨーティン、キュア砲ですよ。ヒノーヨーティン、あれ叩いたことある。ウルホーか、ない。あんの、その言い方。まあ、連れで。連れで、うん、親の連れで。え、すごい。あれ、誰でも鳴らせることできんの。ああ、日の用心。まあ、権利は必要だよね。権利必要なの。そっち、そっちの方なの。俺テクニックの話だったから。権利なの。あ、そういうこと。権利が必要なんだ。8勝4敗、いいですね。いいね。エビ塚が出れば勝てる。打てなかったやつ誰だ、覚えてるとちゃんと。俺は北田です。斉藤です。斉藤、斉藤、三振三振二三振、よくないですね。これで4位に浮上はしてないか。4位キープって感じですね。でも勝てば3位かな、広島が負ければ。しかも重要な選手たちが消えたからね、さっき怪我で。確かに消えたわ。神ちゃんの旦那ですね、次は。さあ、誰を出る。村山か、鈴木か、中野か、長谷か。長谷ないな。それとも斎藤裕也か、白木か。白木行きそうだな。行きたいって夢してるぜ。まあ、村山で行くか。
横浜スタジアムです。これに勝つこと…てか1横浜に勝ったのでかくない？でかいよ。これに勝つことができれば逆転優勝も見えてきますね。そろそろ。え、どこでどのようにして横浜の選手たちをこれ潰すんですよ。なるほど。でも前半勝もうこっから以降は勝てないみたいな。そう、試合開始となります。試合できませんぐらい右の心折るしかない。心折っては今から DeNA 解散しますみたいな。ホロ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 、すごいネガティブホロや。行ってこい斉藤優也くん。ホロホロホロ人間。本日の相手は神野ちゃんたの旦那のスロスターがチャンス。シュート甘いよ。 150cc カットボール高速シートルビル。でんでん森山さんへですね。こっちはですね、もう何回も投げてる回復 A が強すぎてすぐに回復しちゃうスタミナ A なんですね。でも大概は負けるんだ。まあ、村山さんはね、確かに勝てないけど、いいところは村山さんが先発した投手時は村山さんしかスタミナ消費しないこと。そうだね。さあ集中してこの対戦に挑みます。草間くんは見せてくれよホームランをよ。瀬戸口がもう生み出すことができなくなった幻のホームランってやつをよ。 HRHRH&R 私に見せてよ H&R。 ホームラン見てないんだけど。いやマジで、いやマジで、いや俺がわけわかんない歌で言ったことを日本語訳してくれた。そうなんですよ。ホームランを見たことないですよ。こんなにホームランで出にくい問題決ってくれ出ないんだよね。能力的には斉藤とか全然打っていいんだけどね。昔は菊池とかミートで打ってたけどね。打ってたのね。なんだこれ、あの鉄球だったんですか。ボールが飛ばないボール後半戦は使っております。投げました。うわーこれいいとこ高め勝負されてんね。アウトコース来てほしいっすけどね。1球ぐらい来た。カットボール空振り三振。それを空振っちゃうのか山ディ。ほらめっちゃみんな向こうホームラン打ってんやんね。16本17本13本、ねえねえねえ、こっち2桁瀬戸口しかいないんだよ。おかしくない。でその人が怪我してるんですね。村山頑張れ。いいね今の子供の声。村山頑張れ。いいね。そういう方の方がやっぱりね、村山ね、純粋な心で野球見てるからね。やっぱなかなか頑張れってちょっと恥ずかしくて言えなくなるよね。男の子じゃない大人になってくると。頑張れ頑張れもなんかね、なんか言う球場で頑張れって。言うのはおっさんぐらいか。ほら頑張れ言うかな。なんか大人になると文句ばっかになる気がするな。あーとか打ってくれよみたいなさ、そこで三振かーみたいな。あの三振した時、あーさあ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 、野球場のおっさん、さあ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 、その人はめっちゃ野球が好きでね、昔から見てるやつ。頑張れーってちょっとねやってほしい。あの今度はあの球場の時人ね邪魔にならない範囲でバックスクリーンでずーっとあの打てーお父さんって言おうかな。なんでお父さん。ゴロ君ゴロ君ゴロ君。すごい間違いが大きいですね。いろいろと今昨今はそういう話題があんだから常にこうやばいでしょ。ガチーンってネット掴んで打てーお父さんって、で凡退したらあの去っていってまた次のチャンスの時にまた違う人の時にカチャン打てーお父さん。誰の子なんだろう一体。いろんなお父さん。おっしゃ。ナイス打った。さあどうする。ここは着実に2点取りたいならブランドなんですけどね。だーれだ。ああ出た出た。アウトになる長いだ。これはスクイズ。一択。ランナースタート。よし。うまいじゃんけ。やるじゃないか。うまいじゃんけ長い。それができるなら満足です。で高橋君がバントやるんです。長いよなんか。9番にしてよかったね。よかったね。セーフティー行こうか。最近成功してるこのセーフティー。おフライが上がったからワンチャンないかー。なんで喋らないねって。もういいけどさ別にもう慣れたら問題。上茶さん足速かったっすね。確かに上茶の旦那ジョンソンの時もやりにくかったような気がするよ。おお打った斉藤が打った。あんだけ文句言うから。噂をすれば。そしてまだチャンス。あとなんか村山さんが出てる。いただきましたよ。おいチャンス。今来てるよほら。俺らの。あ言った打順が。ウルトラでこれヒット打ってあって次アウトになるよ。9番でウルトラ打線来てるよこれ。打ちます。ヒットで1点取ります。中井がアウト来ちゃったね。これ来てますね。第3球を投げました。超スーパーハイパー極めウルトラ打線。なんか村山が出てることが意外。投げましたストライク。まあ三振かもしれませんけど、まあここはね温かい目で投球。これから5球目。おおらおら、マジで最強じゃん。ここでアウトでもスリーアウトチェンジでしょ。そうです。俺の予想だったらここで1点取ったはずなんですけどね。じゃあ奇跡起こしてくれ。お前に使ってるたまにはこういう人にもさ使ってあげてさ、実はあの長打力とか見してもらいたい。装備品でネギをセットしましょうよ。見ていけなんですねここは。投げました。ボール球合ってるよ。投げろよボール球。上地の旦那指示はボール球やで。第2球
投げました。おい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 。追い込まれました。追い込まれたら終わりだな。第3球は一つ外したボール。選球眼の長いと呼ばれたいナス顔。白ナス行け。投げた。おおおお。ああ。ライトバックオーバー。つないでいく。バントが始まるんですよ。お、2連勝いっちゃうんじゃね。まだ3回だけど。さすがに村上さんこんな点取れないでしょ。勝ちでしょこれ。ピッチャーゴロ。セーフティーバント。この道ずっと極めれば。いやマジですごいから。この街に続いてる気がする。まだチャンスでしょ。まだ始まるんですよ。こっからがな。溜まってないけどゲー。勝負に出ました。ドドドドン溜まってないよ。はい、低め勝負。しかも疲れてる。なんか疲れてるか、ピヨってる。3回、5回、3回、5点。第2球、投げた。ストレートはボール。一発勝負、まだ弾道1ですが、このミート力で打率、誇ってます。低めを打つやん。ライナー性がセンターに飛ぶね。第4球を投げました。もしか三振です。空振り三振。3回の表が5対0。今まで生まれて。なんか和田と、あと、あれよ。おトップ3だ今日ね、今言ってようと思った。おたたあとあれよ、菊池なんでかミート決め打てないんだよね。なんでだと思う。極まりすぎてあの完走しちゃって1になる。101が101になる。101が1になる。1になってしまう。なんでだろうね。何の査定が影響してんだろうね。あれ第2球投げました。三振なんてさ年間で5とかでもいいで。ミート決め、まあそうだね、当てることを意識すればアウトは0三振でもいいよ。あいつらの三振数見たいね。異常なほどあるよね。まあ相手もだけど。高めの変化球でスイング。さあ結構ピンチですよ。ノーアウト一塁。今三振取りましたね。ラッキーだね。落ち着いてね。プロの山さんはもう多分5点リードは守りますよこれ余裕。これ多分ね今見えませんけどすごいにっこりしてます。甲斐さんの目みたいになってる。確かに村山さん援護がないんでいつもね。今日はストライク。いやフォークエグストライク。そうなるとねもう生き生きしますよ。もうフォークが生きてるかなと。ほれフォークだよ取っちゃうよ。痛いな。やばい怪我しちゃうなこれ。あかんなこれ。大丈夫かな。やばいやばいやばい。やめてくれやめてくれやめて。あ大丈夫。分な今この怪我した流れ変わってた。最初のバッターボックスはファーボースにこれチャンス奪おうと思ってたボール球をね打ってねボンタですよ。危なかったです。球目ファールから投げた。打てるもんね。ほらほらほら出ちゃうよ。フォークガクガク投げるんですよ。見逃し三振なんですよね。これギリギリ入っちゃってんですよね。第三球を。はい。変化球空振り三振。ナイス強すぎ。3球で仕留めてみせました。まだ瀬戸口生きてる。和田が打率1三振。瀬戸口まだ生きてる。すごくね瀬戸口。瀬戸口はね怪我さえしなければね村上くんに勝ってた。怪我とあと10日間の休み必要なければ余裕で勝ってる。で迎える4回。でもそんなたらればしょうがない。怪我しちまったらねプロ野球選手失格だから。フライに倒れています。インローを見送ってストライク。ちょっと4回裏にしてはスタミナ少し減ってたな。マジか。うん。第2球小山は今日いないんだよね。温存しちゃった。関東厳しいかも。白木が行くか。第3球を投げました。見送ってスライド。いいな、その落ちないフォークでカウント取るの。次はどっちに上げるかな。第4球を投げました。落ちるフォーク。うま。三振。気持ち。ピッチャー入り。で入江さんでしょ。ここはもう楽に投げられるやん。なんだろうボール球にしたんだろうピッチャー相手に。でも打ち気流行ってんだよ入江さんは。ほいよっしゃい。そこは菊池ゾーン。よいしょいよいしょい。3アウトチェンジ勝ちです。リプレイです。さすがに勝ちました。2者残今まで練習できなかった極め高校ですがさすがにここは練習いただきます。ありがとうございました。あ長井今日出番出る。盗塁したね長井。どうする。ここはバントしてセーフティーバントすると1点取れるよ。今日2打点を挙げています。それにしましょう。うわ剣術おーとうまい。あいつなかなかボール3。え見てろ見てろ。するな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 ってお前バカな失敗じゃねえか。しかもこれが長い、ね、これが長いか。やっぱりうまいこと言ったと思ったら全然いかない長ネギなんですよ。アウト。またピンチ。また5回毎回ピンチを背負います。スタミナが半分になっちゃいました。でも対ピンチだから強いんですねこれ、なるほど。142キロ。ここからギアが一つ上がります。村上入山です。第2球投げました。変化球瀬戸口今何やってんだろうな。隣で斉藤優也君と話してるのかな。話してるだろうな瀬戸口。こんだけ暇だったら何するんだろうね。打ちました。ピッチャー一塁へ送る。アウト。実際に真面目な野球選手だったら、まあ、もしかしたら野球の勉強とかするのかな。まあ、あとは握力とかこうやってんじゃない。ブンニングに。ああ、なるほどね。俺は不真面目な考えしかないから漫画とかゲームとかしか出てこないな。そうなんですよね。でも病院ってさ Wi-Fi は繋がってないしさ。そうなんだ。あ漫画も持ってくるのも限界だしさ。時代ですよ私は。経験談。何してんのあんた入院中じゃ。あ、ずっと逆転裁判。ゲーム。ゲーム。
投げた。シュート見送って。天才版って何？スイッチ？スイッチで。おお。それできるんだ。ああできる。片手でできるから。内角へストライク。これで追い込みました。それで逆転裁判が思い出の城になったと。いやまあその前からやってたんだけどね。てかあのまたピンチなんですけど。ストレートは外れても、まあ、ピンチになってからがこの人のね粘り強さに発揮しがちなところ。打ちました。ここ三振超ありがたいよ。それでゲッツしたらもう勲章も勲章も。裏山のフォーク。手出さない。レベル100一発勝負なかなか強い。落とせ。よっ、うわ、取れた。やられた。完璧だね今のね一発勝負が強かった。落ちないフォークなんでしょうかね。疲れてんだ。ここは頑張ってほしい。第9投げました。内角高め。シュートは外れてボール。当たれば監督再犯ミスりました。外角勝負やられるぞこれ。あらららら、ラリルレロが言えねえ。ラリルレロ、ラリルレロ、ラリルレロ、ラララララリルレロルルルレレレレロロ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 絶不調。第2球投げた。打った。やっぱりさあれかな、スタミナの疲労が溜まってるからさ、スタミナは回復してるけど疲労しやすいんかな。ああ明らかに短い。選手寿命を縮めてる、もしかして。まあかもね。スタミナの上限値少なくなってたんですよ。次が5球目。アバちゃん結構さパワープロって上限値を変えるのすげー。アウトコース低め見逃す。なるほどね。なんか疲れすぎるとだんだんなくなっていくとかさ。はいはい。ちょっとここ踏ん張ってほしいですね。あとサクセスのイベントとかでもさ、スタミナの体力の上限値って暴れるんだ。まあ、そうよく踏ん張って、さすがピンチに強い村山。そこで大体レギュラー当たればやっちゃって。変えません。しかもヒット打ちました。どういうことやね。村山変えません。継投します。ここでヒット打ちました。続投します。ここまで使うかお前。使い込むね投手を。やるんなら徹底的に絞り尽くすって言ってましたあの人。さすが悪魔のデブ。そうはさせませんよ、うちの大事な先輩を。村山先輩は私が守ります。一番後輩の男白木、得意の内角勝負でいけ。まだ遅い。ストレート読み勝ち。まだ遅い。お、当たったんじゃない足に。大丈夫。まだ140キロぐらいは大丈夫でしょう。いってーぐらい打たれたんですけどね。守れてないんですけど白木くん、まあ、まだ守れてるんで入ってる。藤田ナイスバッティングです。桑原もう使って。さあ試合の行方を、しっかりせんかーい。これで終わったやろ。第9投げました。初球さすがに白木まだ頼りない能力ですけどね。言うて投手力 D でしょ。第2球普通直球見送りのプレー役よく磯の選手ってストライク取り込んだ。なんかパッとしないんだよね能力が。変化球もないし。第3球を投げました。完全におおよかった。空振り三振。8回目だと思いまして5対1。アウト、ファーボール、アウト。あー最後にしっかりと抑えないのかい。危ないんだよな。危ないんだよな。白木頑張ってください。ここは2人でエコ投球してください。うちはピッチャーの余裕がないんですよ。これホームラン打ったら1点差だね。だね。おおおおお、ないよ。さすがにない。さすがにない。さすがにない。ホームラン打たれたら同点になってしまう。タイム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 。さすがにない。さすがにやだ。さすがに無理。それだけは無理。ここまで頑張ってさ深夜にベラント進めて袖は無理。さすがに気持ちが持たなくなる。ハセ行こう。そのハセに対する信頼と何守護神ハセエブリデイ。1勝3敗4セーブ4セーブ3敗3敗全然敗北してる。これ変化球極み。敗北者じゃけえだよ。これで打たれたらどうする。芯で捉えることはとても難しいんでございます。4本当だ。素晴らしいでしょ。あ今のハセ君の声。ただハセはね、あのハセ君の声なんだけど、あのストレート投げ始めちゃった。快感ですね。それで打たれてんだよあいつ。前回はそれで左間になっちゃったんだよね。これは取れない。これは絶対に取れないんですよ。このハス君の素晴らしいドロップカーブだけ投げてればいいんだけどね。ストレート投げちゃったけど、あ次はドロップじゃないですか。ドロップ、このドロップで全てを解決する男。バカ野郎かお前。あのさよならさよならホームランで。あでも今日調子悪いです。調子悪いです。低めに集めろお前。またこう一生5敗になってしまいますこの人。絶対ダメ。絶対ドロップ。絶対ドロップ。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 危ない危ない危ない。ホームランボールやね。ドロップカーブを投げてほしいかな。カモカモ。第三球を投げました。打ちました。取って取ったね。危ねえな。ストレートしか投げないやつ。
2勝ですね、2勝です。やべえ、魂の2連勝だよこれ。さて今日のヒーローは勝利投手の村山。本当に今日は大活躍でした。おいいね、 C だし貴様もよくやったよ。お送りしてまいりました一戦は5対2。ナイス勝利でナイスでございます。やべ、なんかやったやばい、村山が対比になった、下がった、C だったのが D になるってことね。うん、でチャンス C になったのか、もしかしてチャンス D になった。あれ、菊池は獲得。報告の尾崎くんが参ります。でんでーんでねでねーって。江戸みたいな感じで。その役でいいんか、お前は。それメインだぞ、それお前尾崎。下がって上がった。結構は、ね、変動するね、ほんとペナント。8-8で、これでうわ 0.5 ゲーム差。あ、勝ったね、広島も。いけるぞ、3位までいけそう。いけるな、ようやく。